はい、こんにちは、ブルーホースです。今日はストレス対策38選ということで、38個と非常に数が多いところになりますので、2つのパートにですね、分けて今日はお話をしていこうというふうに思っています。でね、今回のご紹介するストレス対策って、なんか事前にいろいろ準備しなくちゃいけないとかっていう、そういうものではなくって、一番上に書いてある通りなんですけど、5分もあれば大体のことができちゃう、一個一個の、ができちゃうっていうくらいすごい簡単なものなので、なんならこの動画見終わった瞬間に、あ、これいいなって思うものが一つでもあればもうすぐにできちゃうっていう、そんなレベル感のものと思ってもらえたらと思います。で、とはいえこんな反論もあったりするかもしれないですね。なんか38個ってめちゃめちゃ数があるけど、数だけ揃えたって効果がなかったら意味がないじゃないかっていうふうにあるかと思うんですけど、まずはいろいろなストレス対策っていうのは用意しておく方がいいよっていうのが認知行動療法の中なんかで言われたりするんですよね。要するにレパートリーがたくさんあると、ある方法を使ってやってみたけど、これがダメだったら、じゃあ次こっちの方法でやってみようみたいな感じでシフトすることができるんですよね。だってストレス対策って結局自分が起きた出来事、ストレスのかかる出来事に対してどう思うかって自分の心理状態とか感情が関わってくるわけなので、合う合わないってやっぱそれぞれ人にあるんですよね。その効果がどれだけ持続するかどうかっていうのは、脳の動きである一定は決まっているっぽいんですけど、でもやっぱ最終的に決めるのは感情っていうところになっちゃうんで、っていうのを考えたら38個っていう数を用意しておいて、そのうちの10個くらいがこの動画を見ている人たちにとっての自分のレパートリーになっていけばいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、今日は多いんで前半19個紹介をして、で明日後半の19個っていうのを紹介するという、2パートに分けてねやっていこうというふうに思います。では早速ね、前半パートの19個やっていこうと思います。ででんということで、まず1つ目が背筋を伸ばすっていう話ですね。背筋を伸ばすと、例えば今 YouTube ね、これご覧いただいている方々の中で背筋がちょっと曲がっているなーって、曲がりながら見てるなーっていう人はちょっとグーッとね、背筋を伸ばしてみてください。肩甲骨を寄せながらね、お腹を突き出すようにやるのがおすすめなんですけど、綺麗な姿勢を保つだけでも今ちょっと体気持ちよかったと思うんですね。体にとって気持ちいいことっていうのはメンタルにとってもいいっていう話なんで、メンタル良好につながっていくというところです。続いて一人になるなんですけど、これは1日5分だけでもいいから自分の時間を作ってみましょうと。で、これに関しては一人になっている時間、スマホを触るとか、なんか動画を見るとかね、タバコを吸うとか、そういった何かをするっていうのはやめて、もう本当ただただぼーっとする時間にしてください。そうすると思考がまとまって不安とかストレスが減るという効果を得ることができます。そして3つ目、皿洗いなんですけど、ただ単になんかもう皿洗いをカチャ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 するっていうものではなくって、水の温度があったかいなとか、あ、冷たいとかっていうのを味わったりとか、洗剤の泡がなんかふわふわしてるなとか、なこれ泡立ちが弱いなみたいな感じで、こう触っているものに意識を向けるっていうのをやってみてください。これが一種のマインドフルネス、ある種瞑想に近いような作業になりますので、それをやってみるというところですね。続いて音楽ということで、これについてはパッヘルベルのカノンっていうのがおすすめだそうです。これを聞くことによって多くの人の心拍数とか血圧が下がったという実験結果っていうのが得られています。ただカノンね、タンタタタンタタ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 ってやつですけど、それ以外にもクラシック全般であれば効果が高いというふうに言われたりしています。続いて5つ目、読書ですね。これは好きな本を読むだけで、簡単な入門書とかでもいいし、なんか図解がいっぱいあるような本でもいいし、めちゃくちゃ難解な哲学書とかでもいいので、とにかく自分が好きなジャンルの本、読みやすい本っていうのを読むだけでもストレスが下がるよっていうことが言われてます。続いて暴力ゲームですね。これ暴力ゲームって意外だなみたいな、なんかストリートファイター2とかね、僕が好きなバイオハザードなんかも暴力ゲームだ。あれはあるし、どうなんだろうな、暴力ゲームってくくったらファンに怒られるかもしれないですけど、銃でボンボンゾンビ撃つんでね、暴力ゲームじゃ暴力ゲームなんですけど、マリオのような、平和な、マリオもどっちかっていうとね、クッパぶん投げたりクリボ踏み潰したりしてるんで、ある種暴力的かもしれないんですけど、そういったパーティーゲームに比べるとストレスが下がって、不安も少なくなるっていう傾向があるということですね。発散に近いんでしょうね。で、続いてクロスワードパズルに関しては、脳のワーキングメモリーっていうのをストレス以外に集中させてくれるから取り組んでみましょうと。ただそのパズル以外にも勉強とかをやってて苦じゃないって思うタイプの方に関しては、
それをやり続けるっていうのもあったりしますね。まあ、例えば他にもレゴブロックを解いてみるとかね、そういうのでもいいんじゃないかなと思いますね。まあ、レゴブロック解くというか作るか。はい。続いて8番目、とりあえず笑うっていうことですね。笑いはストレスを大幅に下げてくれる効果があります。なのでストレスが多いなって感じるときは、なんかとにかく自分の好きなコンビとかトリオの漫才やコントを見るっていうのが基地です。そして続いて9番目はハグですね。人との触れ合いっていうのはストレスを減らしてくれる効果が高いということなんですね。だから外国人なんかが相手とこうリラックスしてコミュニケーションを取る際に、いやーボブ久々、キャサリン会いたかったよみたいな感じでハグから始まるっていうのは、もしかしたらそういった効果があるのかもしれないですね。でこれっていうのは近親者のパートナーとか子供とハグするのもありなんですけど、まあ、お一人で住まれている方なんかはペットにハグをするっていうのもありだったりします。続いて8番目は早歩きということで、これはねウォーキングっていうのがまあ効果が高いっていうことが言われてるんですよね。まあ、時速5キロからまあ6キロくらいがちょうどいいんじゃないかなっていうところですね。車でいうとこのクリープ現象と呼ばれるようなやつです。そしてこれは食欲を抑える効果もあるので、まあ、ダイエットにもいいっていう話ですね。そして続いて9番目は筋トレで、ストレスホルモンを下げてくれる、まあ、コルチゾールですね。かつ男性ホルモンのテストステロンっていうのを出してくれて、体つきが良くなるだけじゃなくて、やる気もガンガン出してくれる。まあ、モチベーションアップにつながるっていうところですね。で、不安も軽減してくれますと。なので、1日5分でもいいから、まあ、5回、10回とかでも OK です。スクワット、腕立て、腹筋とかっていう軽い筋トレだけでも始めてみると効果いいんじゃないでしょうか。続いてヨガですね。ヨガに関しては、まあ、体を動かすことはね、筋トレとかも含めてなんか種類に関係なくいいんですけど、まあ、これに関しては、まあ、明確な効果っていうのは見られてないけど、まあ、ヨガも体を動かすっていう面ではいいんじゃないのっていう程度の話と思ってもらえたらと思います。続いて13番目ストレッチということで、まあ、ヨガと同じような効果なんですけど、これは筋肉がほぐれるから OK ですね。はい。まあ、背筋伸ばしたりとか足をやったりとか柔軟するとかそんな感じですね。続いて14番目ダンスなんですけど、まあ、ムカムカしてきたら3分くらい適当になんか腰振ったりとかなんかね腕振ったりとかで踊るのはありです。ただしクラブみたいに音楽ガンガン鳴り響いてなんか人混みがあってでかつ長時間踊るみたいなことは疲れてしまって逆にストレスが溜まってしまうので注意しましょう。ただまあなんだろうね、女の子ゲットとか男の子ゲットっていう目的が達成できるんだったらいいのかもしれないですけどね。はい。続いて15番目はお昼寝ですね。お昼寝は体にも頭にもリラックス効果としては OK です。ただし寝すぎるとやばいんで、15分から20分くらいのスパンで寝るのが基地というところです。で、これに関しては効果を高めるために、要は体が完全に寝落ちしてしまわないためにもコーヒー、カフェインを摂取することで体が寝きらない、かつ15分、20分くらいで覚醒する、そんな状態を整えるのが OK というところです。そして16番目は瞑想ですね。なんかちょっと19番目だけ出てるな。16番目瞑想ということですね。これはもう1日2分、まあできることなら時間、まあ最大30分くらいまで伸ばしてやってみるのが基地です。で、これはストレスが大幅に下がるという効果が出てるんですけど、やり方に関しては自由ですね。目を閉じて椅子に浅く腰掛けて息をはーってゆっくり吐くだけでも OK ですし、息を吸いながら 1,2,3,4,5 で 1,2 秒止めて 1,2,3,4,5 ってこう頭の中で数えて自分の呼吸に意識を向けるっていう方法もあったりとか、あるいは今自分の右手が熱い、今自分の意識は左足に向いているっていう風に体のいろんなところの部位に意識を向けていくっていう方法もあったりとか、いろいろやり方は自由なんで、とりあえずまあ2分だけでもいいから瞑想をやってみてください。そして呼吸法ということで、実は体って空気を吸いすぎると反対に疲れるんですよね。なんか思いっきり深呼吸みたいなことをすると、まあ、ある種リラックスする瞬間あるんですけど、それをずっと続けてるとしんどくなっちゃうっていうものですね。なんか人間の吸える空気量って決まってるじゃないですか、肺なんかでも。それと同じなんですよね。吸いすぎるとこれ以上吸えないっていうのが、まあ、そのストレスに対してもあると。これ以上吸っちゃうとストレス感じちゃうよっていう、なんかこう、ポイントがあるんで、まあ、ゆっくりと呼吸をすると。で、それも口呼吸はやめてください。必ず鼻呼吸を日常ですることを心がけるということですね。まあ、血圧と心拍数が下がるという効果があります。ついでに言うと、口呼吸しすぎている人の方がそうでない鼻呼吸している人と比べると口臭の匂いも全然違うっていうところなんで、まあストレスと直接関係ないですけど、まあ、そこももし気になさる方がいらっしゃったら鼻呼吸をした方がいいですよっていう話です。そしてから筋弛緩法ということなんですから、なんかよく時々緊張している人がいて、いや
体の力抜いたらいいよっていうアドバイスをすると、体の力の抜き方がわからない、どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ、わからないよ、わからないよっていう話があるんですけど、そういう場合は全身にまず思いっきりふぐって力を込めてふって抜いてください。それが筋弛緩法です。思いっきり呼吸を吐きながら体を緩めると。これちなみに寝る前にやると睡眠の質が高まるっていう効果もあったりします。続いて最後、今日ですね、ハンドマッサージは親指の下のところですね、もっと厳密に言うと親指と人差し指の間のくぼみら辺のところをの筋肉っていうのを数分揉んでください。両手ともですね。こうすることによってリラックス効果を得られるだけじゃなくて、首とか肩の緊張っていうのもほどけるよっていう効果が出たりしてます。ということでね、今日は前半パート19個のストレス対策っていうのをお伝えしていきました。どれかね、合うものがあるなと思っていただいたら、今日からぜひやってみてもらえたらというふうに思います。ということで、明日また後半19個を紹介していきます。お疲れ様でした。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。